今ですね、ここに橋があります。で、あ、橋の名前か、川の名前は、はい、読めなかった。小さな川が今ありました。国道238です。で、なんか変わったことあるのかったらですね、あるんですね。このオホーツク海側の小さな川も、それなりの川もですね、時々さあ海に出るぞっていう時に塞がれて出れないんですね。で、出ようとしたら沖から波が来て砂を盛り上げるために出れないと。今の川も溜まってました。そうして、だけど水は少しずつ少しずつ溜まってくるので、少し雨降ったりすると溢れて出てきますね。その時削るんですね、下を、そういうところは多いです。オウムに、オウム町にもですね、そういう沼がある。で、アサリか、シジミかな、なんか取れる。で、地元の人がそろそろ水を出したいなったら、ブル持ってって、砂出すんだ、どけるのね。そうしたらバーッと海の湖の水位が、沼の水位が下がるんですね。そういう溜まるとこ、みんなだから何川でも、オホーツク海の川は海に出るとき苦しそうですね。まあそんな関係で、出づらいことがあって、オホーツク海側の海岸沿いにはそれ沼だとかがいっぱいできてしまったんですね。